今回はですね、真、まあ、夏のアチ,アチ企画第2弾ということで、まあ以前にね、スナップダラゴン888と870の、まあね、発熱の検証動画をね、上げさせていただきました。で、スナップダラゴン888というのはね、まあ SOC の性能は非常に高いんですけれども、まあ結構ね、発熱するということで有名な SOC になっています。まあそこまでね、性能はありませんけれども、スナップダラゴン870というね、モデルが下にありまして、え性能的な若干を取りますけれども、こちらはね、発熱をしないということで、まあ実際に、 サーマルカメラでですね、ウレフォンのスマートフォンのサーマルカメラで撮影をして、その温度の変化を見てみました。まあ、実際のところね、えー、ま、噂通りといいますか、スナップダラゴン888のが、ま、発熱しているということがね、えー、明らかに分かりました。で、まあ、温度差としては、スナップダラゴン870はだいたい40度超えないぐらいですね。 40度超えても42度ぐらいが一瞬で、ね、最高の温度でありましたけれども、で逆にね、スナードラ888の方はやっぱり50度近いですね。49度ぐらいまで上がってましたし、基本的に温度がね、ずっとやっぱり40度後半ということなんで、まあ、アンツーベンチマークね、1回回すだけなんですけれども、で、アンツーベンチマークって1回回すと多分10分いかないぐらいだと思いますけどね。まあ、それでもね、そのぐらいの温度が上がるということなんで、まあ、やはりね、まあ、噂通りと言いますが、まあ、私も実際持ってますけれども、まあ、確かにね、あったかいなという感じです。 で、前回のね、その検証を上げたときに、やっぱりいろんなコメントをいただきましたけれども、まあ、やっぱりね、スナドラ888は発熱するし、まあ意外とね、やっぱり性能は若干下がありますけれども、ただ普段使いではね、まあゲームを含めて、ね、ほとんどね、全くその動作に問題がない。スナドラ870の方がね、やっぱり発熱がなくて、さらに性能も高くて、まあまあこれでいいんじゃないのというね、声が結構多かったと思います。ということで今回はそのライバル SOC と言いますかね、えー、ディメンシティの戦略というね、SOC があります。まあこれがね、リアルミー GT、ね という端末に搭載されているんですけれども、まあ、これもですね、おそらくアンツベンチマークで言うと、七十万で近く出ると思います。だから、性能的にはね、まあ、スナドラ870と、まあ、同等の性能を持っているんですけれども、まあ、このですね、ディメンシティの戦略は。 なんかさらにね、熱くならないんじゃないかって言われてますので、スナドラ870とですね、性能は高いけれども、発熱しない SOC ということでガチ対決していきたいと思います。で、もう一台ですね、まあ、せっかく撮影をするんで、まあ、日本でもね、まあ、大人気の、こちらですね、ミーレブンライト 5G です。まあ、こちらの方もね、同時に撮影をしてみたいと思います。で、m e 1 1 l i イ e 5G はー、スタップダラゴン 780G ですね。だから700番台の SOC なので、やっぱりちょっとね、性能的にも下がりますけれども、 結構ね、私が使ってる感じだと、これ熱くなるんですよね。まあ、ただこれボディが薄いから、結構熱が伝えられやすいのかなというところがありますんで、まあ、だから単純にね、その熱を持つっていうのも、その SOC の発熱の問題もありますけど、その冷却性能とかね、あと、要は熱が逃げるかどうかっていうところも含めて、やっぱり本体が熱い、熱くないっていうことにつながると思いますんで、このね、スナドラ780が悪いのか、あるいはこのね、えー、ミーレブンライト 5G のボディの薄さがね、わざわいしてるのかわかりませんけども、だからその辺も含めて、今回ね、アンツベンチム こううやっててままあどどのののののぐぐららいいいいいい差がるるかかねどのぐらいの温度になとを見ていきたいと思いますで、最後、これですね。これはね、スナップドラゴン870の、またね、スナドラ870なんですけど、これはね、ブラックシャーク4ですで。やっぱりこれはゲーミングスマートフォンなんで、そういった冷却性能にはかなり気を使っているはずなんですよね。まあ、その辺で、どのぐらいね、温度が下げられるか、どのぐらい下がってるのかというところもね、合わせて普通のスマートフォンではないね、ゲーミングスマートフォンでその冷却性能がちゃんとね、働いてるのかというところをね、えー、見ていきたいと思います。 で、こちらのブラックシャーク4は一応ね、えー、ゲームモードの中から CPU とか GPU のパフォーマンスをね、変更できます。まあ、なのでここでね、アンツーベンチマークに対して、えー、CPU と GPU のね、パフォーマンスを最大にしますね。いわゆるそのローストチキンモードですね。もうね、チキンが燃えてますけれども、まあね、肉が焼けるぐらい熱くなるということなんで、このね、最大パフォーマンスモードで、えー、分回していきたいと思います。 それではですね、早速、アンツーベンチマークやっていきたいと思います。向かって一番右、これがね、ブラックシャーク4、スナップダラゴン870です。で、真ん中がディメンシー1200を搭載したリアルミー GT でオ。一番左がね、ミーブンライト 5G です。で、まだアンツーベンチマークを回す前の状態なんですけれども、この2体がね、 ちょっと暑いんじゃないかなと思います。で、温度をね、測るところをこうね、つけてるんですけど、これ最大5個までしかつけられないので、ちょっとここだけ測れないんですけど、まあ、それでもね、M11 ライト 5G が、まだね、アンツベンジマークを動かす前の状態であれば、一番ね、温度が低いんじゃないかなと思います。まあ、ただ32.1と33とかね、32ぐらいなんで、まあね、このサーマルカメラで測ると、この微妙な差がわかりますけど、おそらく体感では全く差がないんではないかなと思います。 それではね、アンツーベンチマーク回していきたいと思います。せーの、ドン、ドン、ドン。 アンツスベンチマークの結果が出ました。スナップダラゴン870を搭載したブラックシャーク4は68万3000点です。で、真ん中ですね、ディメンシティ1200を搭載したリアルミー GT では68万1000点。ミ、えーブンライト 5G は52万4000点というね、スコアの結果です。えっとですね、今ね、えー、ずっとサーマルカメラで眺めてましたけれども、まあ今見てわかる通りね、 基本的に全体がやっぱ発熱していないのは熱がこもっていないのはミーイレブンライト 5g ですね。ただ、soc の周り頭の部分はかなり発熱しているのが分かります。まあ、それ以外のね。2台は全体的に熱くなってるんですけれども、まあそうですね。ただですね。そのスナップドラゴン888みたいに5 0度近いね。温度にいってるものはないので、まあ、全体的にね。まあ、みんな同じぐらいなあの温度だいたい4 0度いくかいかないかぐらいをまあ、行ったり来たりしてるんですけれども。まあ、ただ全体的にですね。やっぱりあの？ 低かったのはおそらくねこのスナウドラ870じゃないかなと思います。でやっぱり一番温度が全体的にやっぱこもってると言いますかね全体的に熱くなっちゃってるのはこの真ん中のディメンシーの1200。まあ、ただこれ SOC の発熱というよりもその発熱って言いますかねその放熱の処理とかがやっぱりね差があるのかなという感じです。まあ、やっぱりねゲーミングスマートフォンなんで今ねだいぶ下の方まで熱くなってますけど最初の方はかなりねこの真ん中辺は熱くなってなくて頭の方だけだったんですよね。ただディメンシティって言いますかねこのリアルミ GTneo については結構最初から全体が。 なってましたんで、まあ、この辺はですね、やっぱりその冷却性能の違いじゃないかなと思います。まあでもですね、やっぱり実際3台測ってみましたし、この辺もね、全く性能がまあ似たような性能なんですけれども、まあ、さほど差はないかなと思いますね。ちょっとね、実際に手で触ってみましょうか。あ,あ、まああったかいですね。まあ、ほんのりとあったかい感じ。こっちは。はいはい。あったかいですね。<laughs> じゃあこっちは。 はいはい。あったかいけど、やっぱりこの辺が熱がね、あんまり行ってないですよね。これはもう全体的に熱が行っちゃってますけど、だから、そうですね。やっぱりこの SOC の周りは、どれもね、ほんのりあったかいですけれども、まあ下の方も、まあやっぱ似たような感じですね。まあ大体似たような感じかなと思いますね。だからやっぱりその発熱の差については、まあ若干ね、 まあ、ディメンシティの戦略の方が発熱が早いと言いますかね、結構早い段階で熱くなってたとは思います。まあ、あとはね、その端末のね、えー、その冷却システムの違いによって、まあ、若干ね、熱がこもったりとか、全体に熱を持ったりとか、まあ、その辺の差はあると思いますけれども、まあ、この3つに限ってはね、その、スナップドラゴン888と比べた時のような大きな差はなかったと思います。 今回はですね、えー、前回に引き続きまして、88、えー、アチアチ企画ということで、まあ人気の SOC ですね。まあミドルレンジクラスの価格帯のスマートフォンに搭載されている比較的性能が高い SOC のま発熱検証ということでやってみましたけれども、まあ今回はですね、やっぱりスナップドラゴン888のテストと比べてやっぱり差があんまりなかったと思います。 で、やっぱりですね、熱くなるのはね、当然この SOC の周り、頭の部分が熱くなるんですけれども、まあこのね、真ん中の Realme GT n e については、 結構ね、最初の段階から下の方まで熱かったですよね。で、こちらもやっぱり下の方まで熱かったです。で、極端に最初何もしてない時からね、下の方が別に冷えてたのが、このね、ミーレブンライト 5G で、これちょっとどういう違いなのかなと思うんですけれども、まあね、えー、これは頭のとこだけ熱くて、まあだんだんね、熱が伝わって下にも熱くなるっていう感じですけども、ただ全体的に熱くなってるのはこの2台かなと思います。で、温度の方はですね、まあ実際ね、あの温度を測るこのバッテンのね、えー、こういう印があるんですけど、あれをね、どこに置くか、 っていうのでもちょっと変わっちゃうんですよだいたい狙いを定めて 私がいつもやってるのは、この真ん中よりちょっと右側が熱くなるっていうことが多いんで、大体その辺を狙ってやってるんですけど、ただ実際やっぱ端末によって若干こうね、位置が違うみたいで、だからその最高温度って言いますかね、一番熱くなるところに当てたいんですけど、それが実際わからないので、ちょっとその辺のズレもあるんですけど、ただ、その温度を見てる限りはね、そんなにこう大きな差がないって言いますか、あの、あの本当にね、スナードの888とテストしたいた時みたいに、まあ10度も差があるかっていうとね、おそらくそこまではないので、まあ体感ではね、それほどね、えー、特別ね、この端末、 端末が熱くなるとかっていうことは、おそらく使ってる上では感じられないんじゃないかなと思いますで、ちょっとね。残念だったというか物足りなかったのがブラックシャーク4ですね。ブラックシャーク4でまあ、ゲームモードでね。あのローストチキンモードであの gpu とね cpu のパフォーマンスを最大にして、アンツベンチマークをぶん回したんですけど。 ちょっとですね、スコア的には伸びなかったですね。まあ以前に、えー、テストしたね、リアルミー GT m a ー t e r e エクスプローラーエディションと同じーシーなんですけれども、スコア的にはね、下になってしまいましたね。で、あの設定するときに、ちょっとそのアラートが出てね、 このモードは結構熱くなるから注意してくださいみたいなね、確かアラートが出ると思うんですけど、なんかそれだったらもっと無茶してね、えー、もっと熱くなってもいいから、もっとスコアが伸びるようなセッティングでもね、えー、やっぱりね、ゲーミングスマホってとんがってなんぼなんで、ちょっと危険なぐらい、ね、熱くなるぐらいね、えー、そのパワーを上げてもらいたかったんですけど、ちょっと重いのがね、期待外れだったかなという感じはします。ということで、まあ今日はね、そんな感じの結果だったんですけれども、まあ、なので、50度ぐらいね、熱くなる端末だと、 結構暑くなるなって多分ね、こう体感でも気になってくるんじゃないかなと思います。やっぱスナドラ888暑くなるっていう人多いですよね。で、逆にやっぱスナドラ870はそこまで暑くならないっていうことで、まああんまりそのね、発熱がどうのこうのとか、まあディメンシーの潜入もそうですけど、発熱がすごいとかっていうね、話はあんまり出てこないので、まあだから40度ちょっと超えるぐらいだったら体感でも我慢できて、50度近くなるとなんか暑いなっていう感じになるんでしょうかね。 今回はですね、まあ人気の SOC ですね。まあ価格的にもね、ミドルレンジクラス、それでいてね、ハイエンドに迫る性能を持っているね、まあ人気の SOC3 台で、まあね、今日は比較をしてみましたけれども、まあどれもね、まあそれほどね、すごく発熱するわけではありませんし、やっぱり価格とかね、コストパフォーマンスとか考えると、意外とね、このミドルレンジの上の方、あるいはハイエンドの下の方と言っていいのかわかんないんですけども、この辺のスマートフォンって結構ね、あのー、まあおすすめできる価格帯、えー、おすすめできる性能じゃないかなと思います。 はい今回は以上です。